くん？ほら、私ですよ。私？私は吸血鬼って呼ばれてるけど。先輩は吸血鬼を殺すためにこの町にやってきたの？そういうことになりますね。ふざけるな！私のことはいいです。それより問題なのは遠野くんの方でしょ。あなたの目は特別だから、大切に扱わないと。さすが私の殺人鬼。待て待て、ちょっと待ちやがれてめえ。いや吸血鬼すごいな。でしょ、今ならまだ許して。明日になったら町に遊びに行きましょう。そう、かわいそうに、あなたの望みは叶えられない。ええ、人間では神のごときものは倒せない。